えー、グロインアップデートへこそビクテジャパンの萩野ですまあ本日はリマリサに注目というまあ点でお話をさせていただけたらと思います、えー、まずいつもと同じように基準価格の推移を見ていきましょう、えー、分配金の、えー、基準価格の、えー、分配金再投資後の基準価格の動きい、えー、これが赤いこのチャートですね 基準価格の分配を引き、まあ、分配金を引き支払った後の基準価格の動きがこちらということで、で、ここのオレンジ色の部分が過去1ヶ月間、7月の15日から8月16日の価格の動きです。8月16日現在で2946円、基準価格は1ヶ月前比で144円上がっています。で、価格変動の要因としましては、株式の上昇で241円。 為替、こちらが円高にこの時期転じてまして、マイナスの74円。分配金20円をお支払いして、でその他、費用等を控除して、マイナスの3円ということで、仕上がりプラスの144円でした。えまず為替の方ですね。えっ、ー、と、これ、こちらは5、ユーロ円5ドル、えっ、ー、とは米ドルの推移を示しますが、この1ヶ月間のおかちょうどここなんですね。えー、右側がこれ5ドルの、えっ、ー、と、えっ、ー、と、の データになってましてで、5ドルはこの薄い青。で、赤がドル。えっ、ー、と、緑がユーロ円でして、これ左側の軸のデータになってます。まあ、ご覧いただきますように、5ドルはですね、若干の5ドル高だったんですが、緑、赤、それぞれこの期間中、まあ、円高になってまして、ドル円できますと3%の円高。 ユーロ円でいきますと2.18%の円高ということになりました。株式の方のパフォーマンスですね、円換算ベースで見ますと、高一株はこの1か月間、ご覧いただきますように、6.9%のプラス、この赤い折れ線チャートですね。で、世界の株式の方はプラス7.5%と、まあ、世界の株のがまが若干広域株より高いパフォーマンスを示したということです。 えー、こちらは世界の公益株と、えー、赤い折れ線グラフ、世界の株式のパフォーマンスを示してますが、これ何を示しているかというと、この、えー、とあ薄い青色のチャートが世界の公益株割るごとの世界の株式、いわゆる相対パフォーマンスで、ね、 上に来ているときは公益株が強くて、下に来ているときは世界株が強いということになるんですけど、直近のこのパフォーマンス、世界の公益株が世界株式に対するパフォーマンスのボトムが2021年の11月の8日、ここをそれぞれ起点公益世界株100にして、どういうふうにパフォーマンスが推移してきたかと示し,します。2021年の11月の8日、まあ、ちょうど今から えっと、まあ、9ヶ月前ですね。まあ、そこから、こう、ずーっと公益株が買ってきて、今、ほぼ横ばいの状態になってきてるとですね。横ばいの状態になってきたところって、いつぐらいかなっていうと、一回マーケットが調整して、そこを売ったぐらいのところから、えっ、ー、と、公益株のパフォーマンスは横ばいと。一方で、パフォーマンス、世界株があまりこう良くない頃ですね。この時期。 この時期は広域株が相対的に高いパフォーマンスを出していったというような時期でございます。この期間中のパフォーマンスの際は、2021年11月8日から直近の8月の16日までのパフォーマンス広域株は29.7%円換算。 世界株は5.6%ですから、広、まあ、益というおとなしい株ですけども、まあ、24%以上ですね、パフォーマンスの差異を出したということは、まあ、結構ですね、まあ、マーケットの状況は変わってきているということをですね、まあ、如実に表しているデータの一つだと思っています。一つのポイントはですね、やはり景況感ですね。 えー、景況感が悪化しているということですね。まあそういうときはディフェンシブと言われる、まあ相対的に、えっ、ー、とまあといった、えー、業績のあるいはビジネスの、えー、相対的に安定感のあるものが、まあアウトパフォームしやすいということもありまして、これ左側が米国の景況感、この製造業の消費者景況感指数を示します。で、それが直近ぐーっと下がってきて、マイナスの1.1ということで、 まあ、あの、コロナの時のマイナスの2.3まではいってませんけど、方向性としては景況感が悪化してきてる状況になってきてると。で、景況感が悪化してきてる時に、こう、下に来ると、景気後退時期になっているのはこの灰色でして、まあ、もうそろそろ景気後退局面に入ってくる可能性があることを、まあ、このデータは示唆していると。一方でですね、物価動向、これ結構根強いものがありまして、あの、まあ、物価直近ですね、 あのアメリカの物価動向はちょっと若干下がったんですけど、ただ中を割るとですね、赤い方のこの商品の価格の物価動向は、まあ、ピーク時12.4から6.9と、まあ、一気に下がってですね、これはあの原油、あるいは小麦といった、まあ、原油とか石炭とかそういったもの、燃料関係、あるいは食料品、小麦とか、えー、そういったものも値段、ここに来て下がってきてまして、まあ、それは入に、ね、この アメリカの消費サービス会社に影響を与えるんですけども、一方でサービス関係の物価指数はですね、まあ、今までずっと安定したのが、ぐーっと上がってきて、これは結構底堅い動きをしているということも、ぜひ頭に入れておいていいと思います。これ何を示しているかというといや、かつてのようにその米国のです、ね、物価上昇率2、2%以下、2%が落ちてくるかどうか、これは分からないんですよと。結構底堅いと。 景気がこう後退してにもかかわらず物価が強いということは、この二つの局面、まあ、物価が強いというのは、これ、高域株にとって相対的にプラス要因なんですね。そういったこともありまして、この二つのプラス要因がちょうど高位株に、えーまあ、いいパフォーマンスを与えるような環境の要因にはなっているというふうに我々は見ています。左側の方を見てみましょう。これ、アメリカのですね、2020年2月以降のですね、 え経,済経済の推移が、まあ、GDP の成長率の予想の推移がこの灰色予想ベースでやってますよ赤がインフレ予想でインフレがある程度高止まりする一方景気は悪くなってくるっていう予想になってきてましてもうユーロ圏も同じですね景気がどんとちょっと降り込んでくる以降インフレ予想値は高止まりしているということで、まあ、ある意味のスタグフレーションという、まあ、リスクをですねマーケットは 考えていいいるとううふうにご理解くださいもう一つ重要なのがえ、じゃあ利益動向。まあ株式に投資するとなると利益動向すごく重要なんですが、これは米国の ISM 製造業新規受注指数。まあ要は企業がですね、新しいビジネスをですね、まあ受注しているかどうかと。それがそのその後のですね、売上動向につながってきますから。それはやっぱりですね、この伸び、これ落ちてきてですね、このオレンジ色をぐーっと今落ちてきていると。 でこのオレンジの動きとですね、ほぼ同じように連動しているのが、えー、MSCI の、まあ、世界株式のですね、えー、利益のモメンタム動向。まあもう、モメンタ、周知ベースで見てますけども、まあ、えー、業績の動向ですね。で、要はモメンタム動向っていうのは、えーとあの、情報修正に占める加工修正の割合を示しまして、 まあ下に来るとなると、下方修正の割合が高まってきていると、実際にも下方修正の割合が高まってきていることで、まあ、全体の業績のモメンタルも落ちているというような状況になってきています。そういった中でですね、今、足元、株式、戻っているんですね。 6月の半ば頃をボトムに株式市場に戻ってきまして、約2ヶ月間の、まあ、まあ、リバウンドステージになっています。で、今のに米国の株式の、まあ、米国の株式でまずちょっと比較、過去の調整局面と比較したいんですけど、これ SP500 ですね。で、えっ、ー、と、調整をするピークの時から、まあ、どういう動きをしてきたかっていうのを示してるんですが、あの、例えばですね、この、 この濃い青色は1980年の11月をピークにした調整局面。この緑ですね。これは IT バブルの時の調整局面。これ緩やかにずーっと下がっていったんですね。あと、この薄い、太い、薄い青は、これは えっと、リーマンショックの時の調整局面ということで、まあ、それぞれ過去の、まあ、大きな調整局面と比較してるですけど、今回の2022年1月3日からの株式の下落というのは、この赤い色で、過去の調整局面のレンジ内に入ってるんですね。なので、まあ、私個人的に見るのは、まあ、これ今回の戻りは、依然として、ベアリバウンドの範疇弱いマーケットの中での、まあ、一時的なリバウンドの戻りと。 いう考え方でして、まあまあ、その、まあそういった範疇からはまだ脱出してないと。前回のコロナの時はですね、これはコロナの動きなんですね。このドーンと下がって、で、一気に戻って、まあ金、大胆な金融緩和で、で、その後株価がずっと上がっていったんですけど、まあそこまでこの連中抜けるような動きにはなってないので、依然として、まあ、ベアマーケットの範疇にはあるということは、ぜひ確認させていただけたらと思います。そういった中でですね、 世界の株式の業種別でですね、ピークからの最大の下落率で、今、直近どれぐらいまで戻ったかということを比較したのはこちらです。まあ、ちょっとわかりにくいので、詳しく説明しますと、例えば一般消費財サービスという業種ですね、これはピークから、過去、ね、約1年間の間に、そのピークから一番下がったで、35.9%下がったんですよ。 で、今現在、じゃピークからどれぐらいの数字になるかと、マイナスの20.4%の数字になると。このそこからこの戻るリバウンドのパーセントがどれぐらい高かったかっていうと、15.5%上昇したんですよということを示してお考えください。で、見ていただくと、まあ、業種によってですね、 やっぱ下げ方かなり違ったんですね。35.9%、コミュニケーション関係、情報技術、まあこういったところは、まあグロースケと言われるところはですね、3割以上の下落を示して、一方で、景気のこの動向に対して相対的に安定感のあるヘルスケア、まあ薬品とか、 公益事業、生活必需品、こ食料品とかあるんですけど、まあそういったような日々生活に必要なものを供給している企業群というのは、まあ下落率が相対的に抑えられたということはお分かりいただけと思います。で、もう一つ重要なのが、高いところからボールを落とすとこう跳ねるというのと同じように、大きく下落したものはリバウンドしやすいというですね。ですから、この例えば一番下がった一般消費財サービスが、 今までのこの直近のボトムからの戻りでは一番上昇率が高くて、まあ、情報技術もそうですね。情報、えっ、ー、と、まあリバウンド率高いんですね。まあそれはなぜかというと、まあベアリバウンドでも下がったら戻りますよ。その戻る反発力が下がった分だけ大きいよということなので、まあ一番重要なのは、あの、この、ここの戻りを見るよりも、 下げに対してどれぐらい戻ったのっていうことを見ることが重要です。まあ、それを例えば見るとなると、えー、例えばですね、まあ、公益でいくと、マイナスの14.6%下がって、すでに今現在、マイナス1.2、ほぼ、えー、ピークの水準まで戻ってきているということを示しまして、これは価格動向では相対的に強いということを示します。それをもうちょっと分かりやすく示したのはこちらですね。 ピークから下落して、どの水準まで回復してきているかだ広域株。グロインが所属する広域株という、まあ、業種の中では91.7、5割、9割以上の戻り。2番目に大きいのが生活必需品。これはだから食料品とか生活に必要なものですね。67.4。ヘルスケア。こちらは薬品等。この3つのですね、要はディフェンシブ、景気交代局面に強い 株式関係。それがですね、まあ相対的に高いリバウンドを示しているのに加えて、やはり物価に対して強いよという、まあ、特性を持つ広域これがナンバーワンの一番高い戻りがしっかりとした動きになっていると。で、戻りが強いっていうのは、株式の動向でいくと、まあ結構しっかり動いているということになるので、まあ相対的にですね、受給関係でいくと、他のこちらの戻りの鈍いものに比べると、 えー、この公益、生活、給付金あたりは、需、えー、給は相対的にいいというふうに、まあ我々自身は理解します。あとはですね、他のアセットクラス、様々な資産との価格動向を比べるとどうかということを示したのはこちらで、これはドルベースで見てますよ。先ほどのこちらもすいません、ドルベースで見てます。これドルベースね。で、これもドルベースで見てるんですが、ドルベースで見て、 どれぐらい半年前に比べて上下してるかと。で、一番まあ上がってるのは商品。二番目広域なんですねで。他ご覧ください。かなりマイナスのものがあると。で、なぜこれドルベースで見てるかというと、まあ世界の投資家はドルベースで見てる方はすごいと。円は本当少ないんですね。そういった観点からすると、ドルベースで、ある意味あまりしこってないって言い方は我々するんですけど、それほどやられてないエリアというのがこのあたりで、 この辺りは結構下がっちゃいましたねということですね。えー、国債の利、次にですね、あの国債の利回り、利回りと注目って話させてきましたから、国債の利回り見ていただくと、国債の利回りはですね、10年国債利回りの軒並みにちょっと下がりました。1位ピークからこう下がってきて、まあちょっと下がりましたよと。ただ、我々見てるのはここが重要というふうに見てるんではなく、 まあ、重要なのは、米国国債の利回りと、世界の広域株の広配当、広域株の配当利回りの比較をしています。今は大体まだ国債の利回りに比べて、広域株の配当利回りが高い状態。利回り差0.7%。利回り差見たのはこの赤いオレンジですけど、過去の調整局面で考えると、この利回り差が、えー、ぐーっと開いてくるとき、 ぐーっと開いているときに実は株価調整しまして、まあ、そういった観点からでいくとリマエサ依然として高い水準にあるので、まあ、ここからぐーっと上がるとかこの辺りからぐーっと上がるようなリマエサ依然としてこう維持されてますよというところが、まあ、こういう株投資においてはまだ依然として安心感を与える水準にはあるというふうに理解しておりますもう一つ重要なのが何度もこれ我々この説明させていただいて,いだいてますが 広域株のパフォーマンスというのは、利上げの金利上昇期、あるいは金利の高止まり期が結構パフォーマンス出てきましたよということをお話しさせていただきたいと思います。1998年11月から直近の2022年7月末までの累計のパフォーマンス、ドルベースで年率5.3%なんですね。 で、この5.3%のこの期間中ですが、下のこの米国の政策金利がこう利上げしているとき、まあ、要はそのときってですね、この灰色があの短期金利の動向なんですけど、緑色がですね、米国の物価上昇率の推移なんですが、要は物価が上が強いときですよね。上昇しているとき。そういうときは金利高止まり。このときも金利高止まりですね。まあ、そのときはですね、 米国の政策権利、それをちょうどこうオレンジ色,色塗りしますけどまずこの98年から2001年にかけの頃は年率9.3%の上昇また、えー、2004年から2007年にかけては24.4%の年率の上昇あとこの利上げ時期ですねこれはあの前回コロナショック前の利上げの時は 10%の年率の上昇で、今まさしく利上げが始まってきて、高止まりが続くと思うんですけど、そういった中にはちょっと環境にあって、過去の経験則でいくと、ですねまあどちらかというと良好なあの環境にあると言えるのではないかというふうに思っております。その利上げ時にですねえ価格が上がる。 あのパフォーマンスが良かった、まあ、その考え方を、まあ、理論的な背景でちょっと詳しく話しさせていただこうと思っていますでこれは我々イールドカーブっていうんですねでイールドカーブっていうのはです、ね、何かというと、まあ、これと捉えているのは米国の2年債の利回り5年10年30年あと一番右側に米国の高域株の配当利回りを入れています で、これ、米国の公益株の配当にも一応なぜ右側に入れたかというと、本当にこう、デュレーション、まあ、要は年間の長い債券、国債債券なんですよっていうのは、まあ、公益株との配当利回りと。公益株ってと本当に年間の長い債券に近いんですよみたいな考え方してもらえると分かりやすいと思います。なので右側に持ってくると。で、要はですね、この、2 0これはですね、2003年、 4年、5年、6年と、そのちょうど6月ごと、1ヶ月、1年ごとにですね、この金利の形状が変わってきたことを示してるんですけど、2003年の頃は、米国の2年、二年の国債の利回りが1%台、5年、五年国債が2%台、10年国債が3%台とか、見方ありだったんですねで。で、これがですね、だんだん金利がこう上がってくる過程で、 はじめの、こう、こう、金利がどんどん短期金利が上がってくるかっていう中で、最後ですね、こう、フラットニングって言われるんですけど、同じような、あるいは今、逆イールド、こちら短期が高いと逆イールドって言うんですね、で、そういう、イールドっていうのは利回りということで、で、逆イールドっていうのは、本当、従来はこれが純イールド、純利回り、みいすか年限が高いものほど利回りが高い状態なんですけど、だんだんこう、金融引き締めが行われていくと、 長期載ほどあまり動かなくて、最後は横、横のチャートになって、最後こう、年間の短いものが高い状態なんですけど、逆イールドになってくると、その頃にかけて、この配当利回りっていうのですね、逆イールドと同じように下がっていくんですね。こういうふうにだんだんなってくると。これ2022年から、えー、っと、2021年から、 ええと、こんまあ、今回の2020年3月の利上げ局面ですけど、2021年の7月、まあ去年の 1, 1年前ぐらいから見ていくと、だんだんこう利上げが行われてきて、2年国際に今上がってきたんですが、こう今こういう横ばいになってくる中で、この廃取り回り、下がってくる可能性なんですね。で、これあくまで予測ですから外れる可能性ありますけど、ただ直近、これあの7月の末現在なんですが、直近、 えっと、8月の16日、高か,か2週間強でさらに短期金利上がってですね、今、2年国債の利回り、なんと3.26%と、30年国債のこの3.09%よりも高い状態に今突入しています。もう一回見てみますと、7月末ではまだ30年国債の利回りの方が2年国債より高かったんですね。それが今、 2年国債の利回りが高い状態になってきましたので、まあそういった観点からすると、この配当利回り水準の方が、この利回り、市場再建市場の逆入ルド化に伴って利回りが下がっていく、あるいはちょっと一段下がる可能性があるということで、まあそれがですね、先ほど申し上げた、この金利上昇時において、 公益株がパフォーマンスが出た一つの要因だというふうに思っていただいて構わないんじゃないかというふうに思っています。まあこれを今日の最後のメッセージで私の方のグロインアップデートを終わらせていただけたらと思います。本日はご清聴どうもありがとうございました。